はい、皆さん、こんにちは。テリオンのゲームのお部屋、ようこそいらっしゃいませ。ということで、続きやっていきましょう。グランツーリスモ7ということで、皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。一生懸命ね、実況しておりますので、ぜひぜひチャンネル登録して応援してください。Hello everyone, my name is Terion. I am a game driver. I posted a lot of videos so far. If you like this video, please support me by subscribing to my channel. ということでやっていきましょうか。今回ですね、ちょっとアップデートが入ったみたいなので、GT7 ね、少し見てみたいなと思ってプレイしております。で、相変わらずね、118GB ぐらいこれあるんで、重いんですよ、とにかく GT7 は。プラスアップデートが入ったらね、容量がね、30GB ぐらいですね。残っててもですね、ダウンロードできませんで出ちゃうんですよね。これ一回ね、結構大きなデータとして入れてから圧縮とかしてんじゃないかなとかね、疑っちゃうんですよね。30GB ってアップデートが入らんってことは多分ないと思うので、なんか特殊な入れ方してんじゃないかなとかちょっと思ったりしてるんですけど、読んでの追加車種と新コース追加、最新トレーラーチェック見てみましょうか。トレーラー、これは、ネットにつながる感じなのか、ちょっと見てみましょうか。YouTube につながっちゃうのか。YouTube につながっちゃうのか、これ。グランツーリスモ7。ロードアトランタだって。BMW。フォード。あ、かっこいいね。シルビアか。はい。おーい。では、行きましょうか。ワールドマップに行きまーしょう。はい、グランツーリスモ25周年記念のレースが期間限定で登場しました。モナコで行われる2022年のワールドシリーズのグランドファイナルのレースが体験できます。ぜひ挑戦してみましょう。じゃあそこに挑戦しましょうか。グランドファイナルね、モナコ。それでね、一回だけやって終了しよう、今回はね。うん。エクストラメニュー、トヨタの86ニュー。エクストラメニュー、アパルト、コルベットニュー。新しいのがね、追加されておりますね、日産シルビア等々ね。はい。それではちょっとモナコのレース探してみましょうか。どこに行ったらモナコレースに行けんだろうね。今回はちょっと音楽入れてないですが、さらっとやっていきましょう。さらっとね。ワールドサーキットで行けるんじゃないかな、モナコレース。車がね、適合してればいいんですけどね。どうなんでしょうね。久しぶりにやるからちょっとね、覚えてないですよ、グランツーリスモ。アメリカがアップデート、1個入ったってことだよね、アメリカのコースが。これか。ミシュランレースウェイロードアトランタ。うん。モナコはでもヨーロッパだよね、多分ね。スペイン、カタロニア、モナコ。期間限定でモナコ。どうやって走るの、モナコは。期間限定。チャンピオンシップ。モナコの走り方を教えてくれ。乗ってなかったよね、モナコね、今。どうやって走んの、モナコ。25周年記念か。ワールドファイナルのレースを体験してみましょう。25周年、これか。体感イベント行きましょうか。25周年記念。車が適合してたら走れるんだけどね。条件があるんですよ。走るための。それがね、適した車じゃないとね、レースに参加させてくれないから、そもそも持ってるかどうか怪しいよね、その車ね。あ、これも勝手にやってくれるパターンか。グランツーリスモレッドブル、X2019 25周年アニバーサリーがガレージに納車されました。グランツーリスモ25周年ありがとうございます。やった、嬉しいな。レース詳細。ネーションズカップ、マニファクチャラーズカップ、スーパー、フランコルシャン、ウィロースプリングスレースウェイ、ビッグウィロー、レース詳細。PP いくらまでいけんのこれ。ナイトロ禁止。
エントリーする、ローリングスタート5倍、シルビア、215PS。これで走らなきゃいけないってこと？決まってるっぽいな、車が。あ、違うな。ライバルカー、V6X クード。どれで行ったらいいのかな？車乗り換えしたいんだけど、これ。絶対勝てないよね、このレベルじゃ。とりあえずこれに参加してみるか。マニファクチャリングカップってやつ。使用するか、イベント専用車。あ、じゃあとりあえずレンタルしようか。どれ選んでもいいのか、これ。517、ちょっと字が潰れてて相変わらず読めない。PP 高いやつにするか。ディテラニスモ。ディテラニスモですね、好きだからね、乗るんだけど、ちょっとイベントで使える車があるから、いいやつに乗りたいね。BRZ、メルセデス、RX ビジョン、570、NSX、スープラ乗ってみようか、そしたらね、トヨタだよね、スープラといえば。よし、行きましょうか、イベント。どんな感じかな？久しぶりに走るからね、操作の仕方もあんまり覚えてないっていうね。サーキットでスパ、25周年記念ワールドファイナルモナコ体験イベント、マニファクチャラーズカップ。いいね、体験イベント。コースも1個追加されてたし、ね、マシン4台追加されてたんで、さらにこの体験イベントも走らせてくれると。なかなか太っ腹ですが、これが無限ロードにまたなるんじゃないかという恐れがあるがいけたね。そしたらスタートしましょうか、マニファクチャラーズカップね。行きましょう。パッパラパラパッパラパッ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 パー。よいしょ。あの F1 のさ、2021っていうのね、プレイしてるんですけど、あれと感覚が随分違うな。おっと、これ、ね、ギアが入る音がね、かっこいいな。グランツーリスモ今何位？3位か、あ、13位かニトロは使えないらしいから、 R3 かなんかで使えるんだよね、ニトロは。何周このレース？何周コースこれ？ラップ10か。ラップ10か。結構走らすね。これ、グランツーリスモね、厳しいレースになればなるほどね、ラップ数が多くなるからね、そう大変なんですよ、めっちゃ。F1 の方はね、5周で終了なんですけどね、ショートコースっていうのを選べて、それだと5周で終了なんですよね、F1 は。私はそれで F1 プレイしてましたけど、してますけどね。よーし、10周は長えぞこれ。でもそこの中でなんとか1位を取っていかないと。インコースをつきつつ、まずこの12位やつを抜きたいね。車としては速いんだけど、こっちの方が追いついていってるからね、直線で。よいしょ。さあ1台抜きました、スバル。もう1台前にいるな。2台あるか。よし、これ F1 で鍛えたカーブのテクニックを使っていこう。なんかこのコースなんか見覚えがあるなF1 で同じようなコース走った記憶があるぞ、これ。
立ち上がりスープラ遅いんだけど、立ち上がりが遅い車はきついな。なるべくねインコースを通っていくと、やっぱグランツリスモの方が F1 より格段に走りやすいわ。やっぱカメラだね、カメラが全然違う。グランツリスモのこの一人称視点のカメラも走りやすい。F1 のやつね、車体が見えてるからね、すげえ走りづらいわ。よく考えたら。このカメラモード走りやすいわ。よいしょ。今日ちょっと嫌なことがあってね、若干、気分的に落ち込んでますね。っていうよりも今日だけじゃなくて、これから先ねずっと影響してくるかもしれない、嫌なことだから。まあちょっとそれがね状況次第では続くかなって感じ。まあ気にしなかったら全然続かないんだけど、ちょっと嫌なことがあったんでそこが気になってますかね。以上。10位か。一周でね、1台ずつ抜かしていけば、最終的には1位になれるんじゃないでしょうか。あ、そうか、今走ってた。2周走ってるから、あと 8個しかないのか。1位になれないのか。1台ずつじゃ。このカーブをきれいに曲がることが大事だね。やべ、めちゃくちゃ眠い、どうしよう。インコースから抜きます。うわ、速い。スープラ、あれだ、後型加速マシーンだな。セッティングがそうなってるからかどうか知りませんけど、立ち上がりが遅い。8位ですね、現在ね。結構ね、信長の野望のね、強い武将とかを探すっていうね、とかをね、今考えてるんですね。一応ね、ストーリーとしてはクリアしてるので、そのね、自分たちの勢力の武将の情報とかですね、城の情報とかをですね、確認していくっていう作業をねしてみたいなと今思っております。はい、さてさて、8位、7位が見つからんぞ。このまま8位で終わってしまうのか。まあレースゲームでも操作が単純でいいよね、これに関しては。R2 と R、基本は R2 と L2 と、まあ四角ぐらいあればプレイできますもんね。まあ操作がシンプルであればシンプルであるほどやりやすいと思いますけどね。でもこれ本格的にやろうと思ったらギアのチェンジも入れなきゃいけないから、おそらくギアチェンジが L1 とかになるんでしょうね、きっとね。直感的にこんな感じでいくと、あ、これちょっときついな。眠たさが半端ない。ちょっとあと7周も走れる気がしないな。4周だよ今。ちょっと下がってるし、タイム
2秒ほど。前に車がいたから若干それかわすのにブレーキかけたからね。これはやばい、やばいぞ、この眠気は。よいしょ。眠気は注意しないとね、ダメですよ、やっぱり。いや、やばい、眠気がマジで半端ない。これはまずいな。走りきれない場合って途中セーブってできたっけ、グランツーリスモって。できたような、できなかったような。膨れるな。前方のやつらに追いつける気がしないわ、これ。うん、ちょっと若干意識が飛んでました。5周辛いってあと6周か。ちょっとここはちょっと体験したということで終了しましょう。まあこういうイベントがありましたよってことでね、やっていきましょう。うん、26.3 キロも走ってるもんだって。やばいっしょ。いつもだって普通にレース走ってもさ、あの 42.195 キロだったっけ、マラソンの。あれを埋めるっていうのをね、何レースか走らなきゃいけないのに、これ4周走っただけでさ、20キロ走ってるから相当すごいよ、これ。うん、買い取りサービスが始まったって。マジか。すごいね。ワールドサーキットじゃあもう一個だけね、走って終了にしましょう。新コース見てね。うん。2周とか3周とかで終わるんだったらそっち走って終わってもいいんですが、新コース見て終わりましょう。まあ、どういったアップデートがされてるかだけ見たかったので、ここ行きましょうか。5周、PP700、PP 制限なし。PP 制限なしか。うん。370万。630万。レース2ターボ。スポーツカー。550って書いてあるけど、PP 制限なしなの。アメ車で行かなくちゃいけない。550。一番、PP 制限なしで行ったら、620のコルベットか、早いのは。コルベット出してみようか、そしたらね。ほいと。ミシュランレースウェイ、ロードアトランタ。周回数3。PP 制限なしだったら、スーパーカーで走りたかったな。1台持ってんだよね、確かね。さっきプレゼントでもらったから。これはね、ログインしてよかったな。あんなスーパーカーがプレゼントとしてもらえるんだったらね。プレゼントで思い出したけど、こち亀でさ、第2話でね、画家のおじいさんのですね、思い出のね、定食屋を見つけるっていうですね、お話があるんですけど、うわー、制御が甘い、コルベット。カーブで持ってかれるわ。うわ、よいしょ。うわ、さっきのスーパーカーがめちゃくちゃ走りやすかっただけで、この車走りづらいわ、コルベット。しっかりスピード落として、ここら辺からスピード上げていく。おっと、
ラップ1周がどれぐらいかだね。すぐ行けるんだったらそれでやってもいいけど、5位に上がってるしね。この直線でどれだけ差が詰めれるかだね。結構詰めたね、一気に。あ、まずい。完全に寝てた今。よいしょ。完全に寝てました今。頭が。やべ、ラップ2周目だ今。さあみんなインコースを丁寧に回ってくる。 F1 だと割とね、これでも抜けることがあるんですけど、 F1 ゲームだとね。手堅く行くね、君たちは。うわ、3位かわした。さあ1位の車を追っていきましょう。さあインコースから回る。あとあいつさえ抑えれば1位になれるぞ。最後のコーナーのとこ気をつけないとね、煽られるかもしれないし。よいしょ。まずい、今完全意識が飛んでた。結構ね、ほぼ徹夜に近いぐらいの状態なんですよね今。かなりヤバいっす。だから、うわ危ね、うわやばい。ファイナルラップ迎えちゃったよ。寝てたよ完全に今。ちょ待って、今のひどい。いや今のひどいって。うわちょっと待ってくれ、今のひどい。1位になったのにここで。せめて3位には入ろう。よし、この作戦があるからね。決して褒められた運転ではございませんが、自分が体勢を立て直せるだけのスペースを作りつつぶつかる。とうまくね、敵を弾き飛ばせますね。よいしょ。非常にね、眠いですね今ね。まあちょっとでも操作ミスると、この猛スピードの中でハンドル操作誤ると、それだけでスリップするからね、これ。GT は。GT7、そういえば、なんか設定で絶対クリアできないとこあったよね。うわぁ !2 位か。痛いな。痛いわ。もうちょっとだったけどね。いやぁ。220万か。微妙だね。いやーもうちょっとだったかな。もうちょっと近づいたりしてくれないかな、ね、まあ、F1 の方が、まあ、多少走りやすいかもね。アウチ。
よし、じゃあここら辺で地面パチャッと取れたらいいんだけどな。よいしょ。これどうやって持つんだ。さっきと違うじゃん。何秒か戻したんだけど。せっかく1位でね、踊り出したんだけどね。はい、ということで今回はね、ここで終了したいと思います。はい、ご視聴誠にありがとうございます。全然プレイできなかったんですけど、恐ろしいほど眠気がね、今来てるので、ちょっとこのまま続けることはできなさそうなので、ここで終了しようと思います。ご視聴誠にありがとうございます。まあ今ね、キャンペーンやってますよということで、プレイさせていただきました。ただ、この動画投稿されるのは2024年のね、3月ぐらいになってるので、キャンペーンとっくに終わってて、また新しいですね、キャンペーンもしその時やってたらですね、プレイしているかと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、また次の動画でお会いしましょうね。またね。バイバイ。